はい、どうも、コミです。さて、本日は TH コンプリーターさんからですね、動画をお届けしていきたいというふうに思っております。私のチャンネルなんですけども、こういうクラン対戦系の動画中心に扱っております。ですね、やっぱクラン対戦で全開が取れるかどうかって大きな、まあ、の自分のモチベーションにもなる部分かと思いますので、そこでこう悩みを持っている方の参考になる動画をお届けできたらなというふうに思っております。ぜひ、最後までご覧いただきましていいなと思ったらグッドボタン、またはチャンネル登録まだの方はそちらをよろしくお願いいたします。で、今日はですね、タンホール13オンリーで行くんですけども、通常、12、11もですね、やっています。ちょっと今、撮影や顔を貸してもらっているつむぎ組さんでイベントに参加されている関係でなかなか動画撮る機会が今得られないため13が多くなっちゃってるんですけども、これからはですね、まあ、14が出たら14、13、12っていう感じになるのかなっていう形で、上位の4つの、タウンホールレベル、中心にやっていきます。で、前置き長くなっちゃいましたが、本日はですね、ペッカスパビズ、これ見ていきたいというふうに思います。まあ、通称、中華式って呼ばれているかな。昔ペッカボーラーだったんですけども、ペッカスパビズになってますね、今はね。で、なんでこれがこんな強いのっていう。まあ、そもそも強いんですよ。ほんと強いんです。いろんな村に刺さる結構万能性の高い戦術なんですけども、なんで強いののところに注目していきながら、どういう場面でこれがじゃあ使えるんだろうっていうところに落とし込んでいきたいというふうに思っています。で、まずはですね、一本見てもらいたいと思います。これですね。ランボさんがやってくれている、この、ペッカスパビズ。編成的にはヒーラー5ですね。に、ペッカ4のスパビズ6っていう感じです。で、10日兵舎を、なんだ、兵器では持っていくっていう感じですね。で、まずグラウンドボディのオデヒーパートで削りを入れていきます。これは、ペッカスパビズがあらぬ方向に流れないようにするためのカットをですね。ガーゴイルとアーチャーでそれぞれ、小刻みに施設をカットするスピードを上げていることも見逃せませんね。狙いはこの投石器です。ここに陸のクロスボウとかがこういう風にあっちゃうと、おでんがダメージ受けまくってレイジ吐かされるとかね、そういうリスクがあるんですけども、投石器1個を怠慢で相手する分には、グラウンドボディが、まあ、実質ノーダメージですよね、これ。ヒーラー別に一体もやられてないし、おでんの体力もマックスに戻るんで。まあ、ノーダメージでこれを破壊できちゃうんで、すごく美味しいんですね。アドがでかい。そういうことができる村をまず選んでるっていうところはあるかもしれませんね。で、それができた瞬間に、次ペッカを出していって、一気にペッカ2体出しますね。で、グランドオーデンをペッカ方面に移していきます。で、ペッカを投入するところがここだったので、その両脇から出すことによって、しっかりと両方のペッカを壁の中狙ったところに誘導して、後ろからスパビズですね。ヒーラーは完全にこれペッカにスイッチして、ペカヒーと言われる形になってます。タウンホールのところではしっかりと、刀門を吐くんですけども、この後です、この後。今見ました、これ。ネクロマンさんが大量のスケルトンを出して、かつ、スケルトントラップが出てきたんですけども、これね、一瞬で、スパビズが、こいつらを、撃破していったんですね。で、これが、自分が思う、ペッカスパビズを使う理由かなっていうふうに思っています。何にせですね、小粒なユニットたちの撃破がめちゃくちゃ早いっていうのは、まあ、どういうことかっていうと、援軍処理がめちゃくちゃ早いんですね。で、援軍処理が早いと、クイーンと主力部隊っていうのが分断されずに済むじゃないですか。それが、結構大きなアドバンテージなんじゃないかなというふうに思っています。で、今回、クイーンが壁殴っちゃって、で、少しですね、本体とはぐれてしまった感はあるんですけども、やっぱりこのタウンホールと当たるここのタイミングですね、このタイミングにおいて出てきた援軍をスムーズに破壊することによって、この辺り一体っていうのを、立ち止まることなく一気にスパビズと、なんだ、アチャクイーンで破壊することができた。で、これができることによって、やっぱタウンホール周りって集中砲火を受けやすい、まあ、一つのポイントですよね、中心部分に入る。ことになるので、そこをスピーディーに突破するということは、被ダメージをイコール減らすということになりますから、全体のユニットの生存率が上がって、前回への、足がかりっていうのが得られるという形になるというところですね。ちょっとね、さっきの援軍処理のところもう一回見てみたいと思います。ちょっとこれ、4倍速にしますね。で、ペッカたちが出てくるところでもう一回、等倍に戻して、そこから、援軍処理まで見ていきましょう。まずはですね、投石器をグランドボディで壊す。これがやっぱできるかどうか大きいですね。マルチインフェルの投石器ないしはイーグル砲。この辺が無条件のおでひで壊せると結構アドはでかいと思います。で、キング、10日兵舎、ネクロマンサーを逆サイドに走らせることによって、ペッカスパビズが、ですね、ちゃんと中心部に行くようにしていきますね。で、ここ、相手の援軍出てきましたよね。ストライカープラススケルトン大量なんですけども、これをスパビズがボンボンボンってこう壊していくんですね。
ドンって透明かかったスパイズがこんな感じ、ほら一瞬一瞬で、ネクロマンサー本体をむき出しにしたことによってペッカがネクロマンサーを一刀両断するんですね、ボンボンって。でこうなってしまうともうペッカが止められるものが何もなくなっちゃうので、ペカヒーって実はすごいんですね。あのタウンホール13においてはヒーラーの回復量っていうのが、ヒーロー、キング、クイーンとかですね、よりも一般ユニット、ペッカはまあ一般ユニットの枠に入るわけなんです。そのペッカとかイエティとか、そういったユニットを回復する量の方が多いので、レイジが乗っかるとさらにそれが加速されて、ユニットが本体られないんですね。体力がやっぱり高いペッカにヒーラーがついて、ね、レイジがつくと、全く、シングルインフェルノタワーレベルの火力がないと、倒せない。で、かつ、今回の村、施設が結構密集してるんですね。密集してるので、この密集部分、まさにこの辺とかそうですね。この1マス離れでこう密集してるところっていうのは、ライトラのチェーンも通るし、スパビズの、範囲攻撃っていうのも、1マスの、隙間だったら、そこを、なんていうのかな、そこにこうチェーンが入って広がっていくので、効率的にダメージが与えられるというところですね。ができて、この戦果につながったというところになります。で、じゃあこれがもしもね、ボーラーだったらどうなんのっていうこともちょっと見ておきたいと思います。こんな風になっちゃいますね。結構違うんで、よく見てほしいと思うんですが、これ、エンペさんの時間切れのアタックなんですけども、時間切れになった要因の一個が、やっぱりですね、このボーラーであったことが理由かなというふうに思うんですね。イエティボーラーっていうことでは結構、ボーラーを使う場合にはよくありますね。ペッカボーラーっていうのもさっき言った旧、昔の中華式ですね。旧中華式って呼ばれる戦術ではあったんですけども、割かしイエティボーラーの方が一般的かもしれません。で、オデヒでマルチインフェルノ、これ美味しいですよね。こういう美味しいところがあった場合にはしっかりそこをオデヒで削っていきながら、主力をこの部分からゴーンとこう、一気に通していく感じですね。で、防衛軍とは当然、ここですね、にクラン城があるんで、この辺で当たるわけですね、この辺で。そこでの進行っていうのがどんなのかを見ていきたいというふうに思います。で、やっぱ序盤の展開は変わんないです。投下兵舎を今回は出していってないですけども、キングで逆サイドこっち側ですね、こう削っていきながら、主力を中心に入れていくという形は変わらないですね。で、イエティボーラーにするメリットっていうのは、割かしこう広い範囲ですね。こういうふうに広い範囲を削る場合っていうのは、イエティのミニイエティによる、その施設破壊と、ボーラーの直線範囲攻撃をうまいことを組み合わせて、一気にですね、スピード感を持って、突破していくってことができるっていう点で、メリットがあるんですが、これ、間違えました。すみません。キング中出てますね。この別に付け方が全てではないんですが、今回は中入れです。外周回すよりも中でこういうところを壊してもらった方が、効果が大きいっていうふうに判断したんでしょうね。おそらくエンペさん。確かに外周あんま美味しくないですね。キング回すには。で、ここなんですけども、これ見てほしいのは、はい、これ、アーチャークイーンがね、後方で完全に捕まっちゃってるのわかりますかね。ラバーハウンドが援軍出てきたじゃないですか。このラバーハウンドの破壊、プラスパピーの破壊に相当時間食っちゃって、これ完全にアーチャークイーンこれで孤立してますよね、ここで。で、これ孤立してるっていうのは、別にアチャクイは延命されてるから、いいんですよ。アチャクイそのものに関して言えば。だけど、前線に今張っているイエティたち、ここにいますけども、このイエティたちがせっかくこう、タゲ取ってくれてるのに、それを後ろから、アーチャークイーンがこう、射抜いてくれるっていう、その効果が得られてないんですね。完全にその、イエティたちとアチャークイーンのシナジーっていうのが、ここで失われちゃっているわけですよ。で、こういう風になってしまうっていう点が、相手の防衛軍次第ですね。もしもこれが、ストライカー、なんだっけ、ストライカー、スーパーガーゴールとか、そんな感じだった場合には、さして影響はないんですけども、ないし、むしろどうなんだろう。アイゴレさんとか出てきた場合っていうのは、スパビズを使うよりももしかしたらボーラーの方がいいのかな、ワンチャン。ちょっと、はっきり断言はできませんけどね。いろんなことがありますので、その援軍の中身が何なのかっていうのも結構影響は受けると思うんですけども、こんな風に、ラバなんかが出てきちゃった場合には、それを処理できるのが、アーチャークイーンしかもう中央部いないので、アーチャークイーンがもう、そこと、こう、怠慢の形になっちゃうんですね、ワンオンワンに。そんで時間がかかってしまって、アーチャークイーンのその攻撃力っていうのが防衛施設破壊に生かされず、結果的にはこう、時間切れに終わってしまうっていう形になっちゃうってところですね。
いや、もうこれめっちゃエンペさんの形良かったですよね。あの、中心部分に、コーデヒーで削りながらペッカイエティを中心部分ガン通していって、ロイヤルチャンピオンによって、この、外周部分、逆側の外周ですね。6時から3時方面をこう削っていって、最後までロイちゃんがこう生き残っているっていう、まあ、この状況っていうのはかなり、スムーズに全体が進行している証拠だと思うんですけども、惜しかったですね、これね。まあ、という、攻め姿勢はすごく良かったんですけども、クイーンが捕まってしまいますよっていうところ、まあ、そこをちょっと見てほしくて、このアタックかな、を開けさせてもらいました。で、じゃあ、ラバハウンドが出てきた場合に、どういう風になるのって、もう一回ランボさんのこのアタック、別の村ですけども見てください。あのね、処理が圧倒的に早いです。あの、スパウィズがあっという間に、この援軍クラン城から出てくる、ラバハウンドをパピー含めて処理していきますんで、そこを注目してください。で、クイーンが全然遅れないんですね。で、これはね、うまいポイントがもう一個あって、これ、投石機、クロスボウに、ライトニングクエイクを当てて、これを壊していって、この破壊と、グランドウォーデンのこの破壊で、この奥深くまでこう削る形を作ります。これ以降ね、スーパーネクロマンサー使う場合に、こういう形の破壊っていうのをやったりするんですけども、ペッカスパービス使う場合も、あのペッカがですね、レイジーに乗っかっていると壁殴り上げてくれるんで、まあ、その効果を使うことによって、なんていうのかな、その呪文の枠っていうのをライトニングクエイクに割くことができる。まあ、っていうところを今回狙ったのかなっていうふうに思います。序盤でレイジをまず1枚吐いて、相手のクイーンとかがですね、当たるところをスピーディーに突破していきます。で、さらにこの壁に関しては、もうペッカがガンガン殴り開けようとしましたが、これあれか、スーパーボールベイカーでこの、つなぎ目開けたんですね。これ非常にお見事。で、これ、ほら、スパビズがバン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 殴ってるの分かります？これ、あっという間に、この時点で、ラバハウンドを処理していってます。で、ペッカが確かに腰の方に2台こう先行してるんですけども、全体としては、先行してるペッカにすぐこうスパイス部隊が追いついていって、結局、部隊が離れ離れにならずに今いますよね。で、こういう形が作れるのがでかいですね、本当に。で、さっきみたいな、致命的な足止めが食らってないので、アーチャークイーンもしっかりと、前衛部隊と一緒に仕事ができていって、まあ、最後ですね、壁にちょっと阻まれていて苦しい部分はあるんですけども、ロイヤルチャンピオンがぐるっと、回り込みながら全体の、防衛施設破壊していって、前回まで持っていくという感じになってます。いやー、すごいですね。こういうところに関してはもう全然ジャンプないんですけども、ペッカが殴り上げます。だから、ペッカイエティでもね、ペッカスパウィズを使う場合の壁開けっていうのは若干その、なんていうのかな、不確定要素もはらんじゃうんですね。ペッカの攻撃力が高すぎて壁を予期しないところは開けちゃうみたいなことはあるんですけども、まあ、それをうまくこう使うことによって、ジャンプの呪文とかスーパーボールブレイカー使わずに中盤から終盤の壁の突破をしていくっていうこともまあできたりしますんで、まあ、そこは、ちょっとケースバイケースでいいとも悪いとも言えないところがありますね。で、全体の攻めをスピーディーに進めることによって、こんな感じで前回まで持っていくという感じですね。これ何分何秒だ ?2 分、そうですね、30秒ぐらいだから、まあ、約30秒ぐらいの余裕を持っての前回ということになりました。ですね、これで一応今日お見せしたい動画は全部になるんですけども、まとめると、ペッカスパビズ使う理由っていうのは、相手の防衛援軍だったり、スケルトントラップ、まあ、対空のユニットしか攻撃できないような、小粒な、ユニットが防衛側から出てきた場合ですね。これをスピーディーに突破することによって、部隊全体の、分断っていうのを、縦の意味の分断ですね。先行しちゃう、なんだ、イエティと、後方、イエティボーラか、と後方で足止めを食らっちゃうアーチャークイーンみたいな、こんな感じの構造っていうのを作らないように、することが、このペッカスパビズを使うことによってできますので、まあ、一方でね、さっき言ったようにその範囲をこう広く、一気にその、トーム中に全部ブワーッと蹂躙したいとかいうケースでは、イエティボーラーの方がいいこともあったりするし、まあ、なんなら、中から出てくる援軍が、なんだ、ストライカー、スーパーガーゴイルとか、だった場合には、全然ですね、アーチャークイーンがスピーディーにこれ処理してくれますんで、全く影響ないし、イエティボーラーって十分、逆に破壊力が出ていいなんていう場合もあるんですけども、
まあ、あの、どういう援軍が来るかわからないような、こういうクラン対戦リーグだったり、まあ、もう全部初見ですよね。だったり、まあ、レジェンドを攻めていく上で、ペッカースパビズが使われている理由っていうのは、今言ったような、あの、リスクっていうのを、あの、一段こう下げることができる。そこのメリットが評価されて、使われる確率というかですね、頻度が上がってきてるんじゃないかなというふうに思ったというのが、まあ、本日の動画の結論です。いかがでしたでしょうか？というところですね、今日の動画を終わりにしたいというふうに思うんですけども、よろしければ、ぜひグッドボタン、チャンネル登録まだの方はそちらの方もよろしくお願いいたします。とてもやってもらえたら嬉しいです。そして、私のチャンネルですね、タウンホール今は11、12、13を中心にやっておりますけども、14が来たら14の方も、上げていきます。で、もしかしたらこの動画も公開される頃には14が出てるかもしれないですね。なんですけども。なんでやっていきたいというふうに思いますので、幅広いタウンホールだけですね、こう参考になる動画上げていきますので、これからもぜひご視聴いただけたら嬉しいです。では本日この辺で終わりにしたいというふうに思います。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。